ウィルミントン大都市圏、ケープフィア地域に、ほぼ一致する、ケープフィア自治体政府委員会に含まれる軍、ケープフィアは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州の南部、ウィルミントン市を中心とする、大西洋岸平原の長汐の影響を受ける地域の名称である。この名称は近くにある、フィアー岬と、この地域を流れ、岬の近くで、大西洋に注ぐケープフィア川から取られた。 地域の中で人が多く住んでいるのは、大西洋岸と沿岸内水路に沿った土地であり、田園部は農地であるか、グリーン湿地に代表される湿地に占められている。この地域は他にも、ローワーケープフィア、ウィルミントン大都市圏、ノースカロライナ州南東部、アザレア海岸といった古庄がある。特に、アザレア海岸という古庄は、毎年ウィルミントンでノースカロライナ、 つつじりが開催されていることから来ている。地域の自治体は、KFF や自治体政府委員会に属している。この地域には、ノースカロライナ州で最も繁華な港である、ウィルミントン港があり、ノースカロライナ州港湾局が運営している。また国内でも、最大の弾薬補給港であり、アメリカ陸軍の東海岸にある、大推進主要港である、ミリタリーオーシャンターミナルサニーポイントがある。 ウィルミントン港の拡張計画として、ケープフィア川西岸に、ノースカロライナ国際港の建設が計画されている。ケープフィア地域は、大西洋岸平原にある。ノースカロライナ州の大西洋岸には、サスでできた、バリアー島が続いており、その陸地側、本土との間の水路は、沿岸内水路として使われている。ウィルミントン市から真南に突出したのが、フィア岬であり、 バリアー島はそこから西に方向を変え、サウスカロライナ州に伸びている。地域の大部分は標高の低い湿地であり、その中でも生え取り草の数少ない生息地として、名高いグリーン湿地が著名である。ケープフィア川とノースイーストケープフィア川が地域を流れる水深の深い川であり、その他にルックウッドホリー川、ブランズウィーク川、シャロット川など小さな川は小さな町の 小さな水手を使って移動できる。ケープフィア地域を構成する軍は、ニューハノバー軍、ブランズウィック軍、ペンダー軍の3軍である。ブランズウィック軍は現在、サウスカロライナ州のマートルビーチを主要都市とする、大都市圏に加えられている。右上図は、ブランズウィック軍を入れたもの、数は、コロンバス軍を含めたものである。これら3軍は2000年国勢調査時点で、 ウィルミントン大都市圏に含まれており、都市圏人口は27万4532人だった。さらに2008年7月1日時点での推計人口は34万7012人となっていた。海岸にある町は人口が季節で大きく変動する観光地であり、夏に多く冬に少なくなる。上記3軍以外にブレーデン軍とコロンバス軍が ケープフィア地域に含まれることもある。また稀なケースではあるが、内陸部のデュプリン群やサンプソン郡東側沿岸部のオンスロー郡を加えることもある。元の町以下は2000年の国勢調査による都市圏人口統計データである。ありがとうございます。